もう諦めましょうよ。人と違うことなんてしなくていい。無責任に誰かが決めたことに従えばいい。ユニークな何者かになんてなろうとするのは戦略的撤退。なのになぜか気づいたらものすごい周りの人から重宝される。何も責任を取っていないのに市場価値の高い人間になってしまっている。今回お伝えするのはそんな話です。人生にサプライズを、まこなりです。今回は世渡り上手な人が必ずやっているずるいことをお伝えしていきます。ここで言う世渡り上手というのは、上手に他人の力を借りて生きていくことができる能力のことです。私みたいにね、会社を起こして YouTuber をやってみたいなことはね、正直頭のネジが外れてないとできません。先天的なね、向き不向きもあります。俺はこれから常識人間を捨てて生きていくんだっていうね、強い意志がある人以外にはお勧めしません。でもこれからお伝えする世渡り上手な人が必ずやっているずるいこと5選は、間違いなく誰もが使える。実践すれば、自分がリーダーをやらなくても、情報発信を頑張らなくても、一生懸命勉強しなくても、気づいたら人に慕われてたくさんのチャンスが舞い込んでくるようになります。まさにずるいテクニック。では早速いきましょう。まず大事な前提部分を話していきます。人の魅力には2種類あるんだよっていう話です。人の心を一瞬で掴む方法という本があって、ちょっとね、内容は冗長なんでレビューはやや微妙なんですけど、すごくね、この本の中で共感した箇所があるんですよね。人の魅力には2種類あると。それは強さと温かさだっていう話です。強さの魅力で言うと、トランプ元大統領、ホリエモンさん、ひろゆきさんみたいな癖の強い我が道を行くタイプ。温かさで言うと、ヒカキンさん、出川さんみたいな人を傷つけないような優しいタイプ。どっちがね、いいとか悪いとかそういうのはないんですけど、両方のね、魅力を持ってる人もいます。私は明らかに強さタイプですよね。自分が言いたいことをはっきりバチッと言う、はっきりこびずに言うから支持してくれる人もいるし、納得できない人もいると。まあ私の場合はね、堀江さんとかに比べたらかなり温かさ要素が強いかなって思います。いつも前置きを置いて話してますよね。強さの魅力が大きすぎる人は熱狂的な支持者がいるんですけど、その反動でアンチも多くて炎上しやすいという性質もあります。この強さタイプの魅力というのは、後天的に身につけるというのは非常に難しいです。皆さんの周りで途中から人格が変わってズバズバ自己主張する人に変わったって人います？なかなかいないですよね。もしあなたが強さタイプの魅力を持ち合わせていないとしたら、極めるべきは間違いなく温かさの魅力です。ああ、この人といるとすごい楽だな、楽しいなと思ってもらえるような魅力を高めることに特化すべきなんですよ。温かい魅力を極めている人、それが世渡り上手な人なんです。ではそんな世渡り上手な人が必ずと言ってもやっているずるい技術を紹介していきましょう。世渡り上手な人が必ずやっているずるいこと、その1、常に無知のスタンスでいること。無知というのはね、最強なんですよ。なぜかというと、人間は自分が教えた相手に好意を覚えるからです。先生と生徒の立場で付き合ったみたいな、そういう恋人関係になったみたいな話でよく聞きますよね。多くの人は無知であることは恥ずかしいことだと思ってます。だから自分が無知であることを隠したり、分かったふりをしちゃいます。確かにね、何でも知ってるような博識な人は魅力的です。でもそれは強さの魅力なんですよ。世渡り上手の人が目指す方向ではありません。世渡り上手な人はどんな時も無知です。自分がよく知っている専門分野に関しても決して偉そうにはしません。いやいや、自分なんてまだまだ何も知らないですよっていうスタンスを崩さないんですよ。例えば世渡り上手な A さんがいるとして、その A さんはコーヒー屋さんを経営していて、コーヒーにめちゃくちゃ詳しい人だったとします。その A さんが初めて会った人が浅い知識のままコーヒーについて熱く語っていたとします。普通に考えたら、いやいや、浅い知識で物言うなよって言いたくなりますけど、でも世渡り上手な人は言わないんですよね。絶対ね、いやいや、それ違いますよとかね、否定したりマウントを取らない。へえ、そうなんですね、僕もコーヒー大好きなんですよ、という感じで無知なスタンスを取る。そして相手に気持ちよくなってもらう。とにかく話させる。こうやって話していって、後でコーヒーの専門家だとバレたら、相手はね、一瞬ビビるかもしれませんけど、そういう専門家だということがバレたとしても、最後の最後まで無知であるスタンスを崩さずに謙遜し続けて相手をしっかり立てる。こういうことができるんですよ。無知スタンスでいれる人は、相手がどんどん自分から話して勝手に好意を持ってくれます。ただ当然、ただ無知なだけの愚か者ではいけません。例えばね、仕事で上司からたくさんアドバイスをもらったのに全部忘れて、無知になればめちゃくちゃ気に入られるみたいな、そんなことを言ってるわけじゃないんです。それはシンプルにおバカさんです。無知でいろというのは学ばないということではありません。教えてもらったことはちゃんとメモを取って覚えましょう。読書をして日々勉強もしましょう。無知のスタンスでいるというのは、どんなに知識があっても、経験者でも相手に知識をひけらかすな、聞かれるまで
で隠せっていうことです。そういうのはね、私みたいな強さタイプの人は苦手です。つい自分が主役となって話してしまうんです。自分の知見や考えていることをシェアしようとしてしまう。私は初対面の飲み会とか行ってつい油断しちゃうと、いつの間にか自分中心に話しちゃってます。そうなっちゃうからね、初対面の飲み会とか行かないんですけどね。ただ一応自己弁護しておくと、テクニックとしての世渡り上手、温かさスキルは持ってます。ただしこれは炎タイプが水タイプの技を出すとか、重戦士が魔法を使うとかね、そういう感じで無理をしてるんで、やるとねめちゃくちゃ疲れます。スイッチを入れたらできます。プロの接客としてやるという感じです。まあこういう世渡りスキルはね、苦手な人であっても、元の性格が私みたいに全然違っても、スキルとしては絶対持っておいた方がいいですよね。ってことで、あなたは明日から常に無知のスタンスでいましょう。世渡り上手な人が必ずやっているずるいこと、その2、くだらない話に徹すること。世渡り上手で人に愛される人はくだらない話がうまいんですよ。人と会った時に小難しい話は一切しない。例えば世渡り上手な人が業界のすごい大物と2人で飲むことになった時に、ひたすら2時間どうでもいいことを話します。好きなレストランの話、好きな異性のタイプ、ネットフリックス、愛の不時着が面白いって話、鬼滅の刃、どの柱が好きか、そんなどうでもいい話をずっとできるんです。世渡り上手に生きる人はそれでいいんですよ。一緒に過ごす時間が楽しいと思ってもらえることを第一優先にすればいいんです。先ほども言ったように、私は世渡り上手では全くなく、世の中を溺れながら突き進んでいくタイプです。溺れていたはずなのになぜか先頭にいる、そういうタイプですね。まあ誰も後ろについてきてないことはありますけど、私みたいな人はくだらない話が苦手なんです。初めて人と会うとついつい仕事の話をしてます。どんな仕事をやっているのか、その業界はどんな構造になっているのか、これからビジネスをどのように展開しようとしているのか、どんな理念を持っていて、この世界はどうあるべきだと思うのか、めんどくさいですよね。でもね、好きなんですよ真面目な話が。それに価値ある場にするためには、そういう真面目な話をしないといけないと思い込んじゃってる。こういうことをやっちゃう私みたいな人は世渡り上手ではありません。世渡り上手にずるく生きていきたい皆さんは、誰とでもくだらない話で盛り上がれる能力を磨いてください。まずはこの人と楽しいなと感じてもらう、信頼関係を高める、小難しい話は後回しにしましょう。世渡り上手な人が必ずやっているずるいこと、その3、笑顔で肯定的なリアクション。これはね、めちゃくちゃコスパのいい世渡りスキルなんですよね。難しいこと何も言わなくていいですからね。肯定的なリアクションをもっと具体的に言うと、相手の言葉をそのままおおむがえする、感情への強い共感、具体的に褒める、これを実践するということです。例えば私が教室で直接プログラミングを教えているときは、全力の笑顔でいつも頑張ってこんな感じのコミュニケーションをしていました。生徒が質問してきます。すいません、いいですか、このクラスとインスタンスって概念がいまいちよくわからないんですけど。でそこにマコが急いでやってきて、はい、どうしました、あーなるほど、クラスとインスタンスの概念ですね。ここ本当わかりにくいですよね。私も最初全く理解できなくて、これでプログラミングやめようかと思いました。でももうここまで進んでるんですね。素晴らしい進捗ですよね。こんな感じでいつも話してました。注意すべきポイントとしては、あまりにも単調なオウム返しが続くと適当だなと思われてしまうんで、つまりこういうことですよねと自分の言葉で言い換えたりするといいですね。皆さんは仕事で上司やお客さんと話すとき、このようなコミュニケーション呼吸するようにできていますか？正直この肯定的で大きなリアクションがいつもできているだけで、めちゃくちゃ相手に気に入られます、得します。この話をするとね、賛成できないことに答えるときはどうすんのと、何でもイエスって言うのって思う人もいるかもしれないんですけど、嫌な誘いを上手に断ることも重要です。上司に行きたくない飲み会に誘われたとき、うわーめっちゃそれ行きたかったんですけど、今日どうしても大事な戦略があって、今日親友の誕生日なんですよね、前からずっと準備進めちゃってて本当にすいません、だから今度絶対行かせてくださいみたいな感じでうまく断る、この断り能力も大事ですね。相手の存在価値を否定しないように伝える技術、世渡り上手の人はこれを持ってます。あなたのね、根っこの性格を変える必要はないんで、仕事をしているときは良い印象を残したい場面、こういうときは肯定的な大きなリアクションを意識しましょう。私初対面の打ち合わせとかにアシスタントが同席することあるんですけど、私は相手によってはすごい明るく話すことがあるんで、アシスタントからいつものまこさんと全然違いますねと言われたことあります。もしかしたらこういうことを言うと裏表があってネガティブに感じる人もいるかもしれないんですけど、逆に裏表がない人間なんていませんから。例えば自分の家族の前での態度と営業でお客さんの前の態度って同じなわけないですよね。人間ってのはそのコミュニティや場によって顔を切り替えていくものなんです。それが礼節であり思いやりです。だから人間は二面性三面性あって全然いいんです。例えば私がこの YouTube のテンションで朝から晩までずっと話していたらヘトヘトに疲れます。こんなハイテンションで私がいつも話し続けたら、多分夜はね、部屋の隅っこでウォーリーを探せとかやってますね。このテンションは私がスイッチを入れてないとできないスキルです。
世渡り上手な人が必ずやっているずるいこと、その4、敵を作らない。世渡り上手は敵を作らないんですよね。敵を作らないということは、すでに中立でいるということです。そのためにまず自分は愚痴や悪口、こういったことは一切言いません。目の前の人が愚痴悪口言っていたとしても加担することは避けます。絶妙にこれもリアクションをするんですよね。例えば会社の先輩が、あの隣の部署の A 課長って無能なのに評価されてるっておかしいよな、こういうこと言ってたら、世渡り上手な人は確かにそうですよねみたいな同調はしません。A 課長ってなんか問題あるんですかみたいな質問で返して自分の意見はごまかすんです。お前はどう思うって明確に賛成や反対を聞かれたら、いやお話を聞く限りだと問題がある可能性はありそうですよねみたいな曖昧な返事でごまかします。そしてそのような悪口を言う人からは徐々にフェードアウトするようにします。敵味方をはっきりして派閥を作ろうとする人とは深く関わるとろくなことがないと分かっているんです。ただこの敵を作らないスタイルはいいことばかりではありません。このスタイルはね、八方美人になってみんなにいい顔をするんで、それが原因でトラブルになることは稀にあります。稀にですけどね。結局お前はどっちの味方なんだよってやつです。これはもうね、世渡り上手な人が背負ってる業みたいなもんですから、諦めるしかありません。私はね、こういう八方美人な態度は絶対にダメだ、自分のポジションを取れとかつては言ってきたんですけど、ちょっと考え改めまして、まあ八方美人もそれはそれで戦略かなと思うようになりました。八方美人でものすごく苦しむ人だったらやめた方がいいんですけど、それが自分の生きる道と言うんだったら全力で八方美人やってください。私みたいな人は愚痴悪口とかね絶対言わないんですけど、明確にこれがいいとポジションを取るんで、ユニクロ最高、靴はオールバーズ一択みたいな、そういうこと言うと嫌われることありますけど、その分好きでいてくれる人がいます。いつもこんな極端なことを言うチャンネルを見てくれて本当にありがとう。ただこれはね、世渡り上手なやり方では決してないんで、そういうのが向いてないなと思う人は真似しちゃダメです。では最後、世渡り上手な人が必ずやっていること、その5を発表前にさらっとお知らせです。2つの教育授業を運営しています。1つ目、アンコモン、思考力を中心としたビジネススキルを身につけることができます。人生を変える1ヶ月を体験してください。高い満足度をいただいてます。社会人であれば一度は受講していただきたいです。2つ目、テックキャンプ、未経験からプロのエンジニアに確実になりたい方、もしくは教養としてテクノロジーに強くなりたい方、ぜひ無料カウンセリングに足を運んでください。エンジニアはこれからも市場価値が高まる仕事です。では最後、世渡り上手な人が必ずやっているずるいこと、その後、自分がついていくべきリーダーを見極める。自分はリーダーになって人を引っ張っていけるタイプではない、突出した何かスキルがあるわけでもない、でも面白い仕事がしたい、市場価値を上げたい、そんなわがままなことを言うんだら、自分がついていくべきリーダーを決めてずっと信じてついていきましょう。それがリーダーにならず突出したスキルもなく活躍していく唯一の道です。ただしリーダーの見極めを誤ってはいけません。ついていくべきリーダーを間違えたら終わりです。だからついていくべきリーダーを見極める方法を教えます。3つ条件があります。まず1つ目、わがままな人、天才タイプのリーダーであることをわがままです、私はこれがやりたいという我が強くて協調性がなくて、大げさに言えば社会不適合者に見えます。時に他人に対して言葉がきついようにも見えます。どこか孤独にも見えます。でもね、そうじゃないとダメなんです。いつもいつも人に媚びていたら世の中に新しい道を作るようなリーダーにはなれません。全て完璧な人なんていませんから。人間の短所は最大の長所なんです。大事なんでもう一回言います。人間の短所は最大の長所、トレードオフなんです。私はこれまで起業して会社を起こしていくような人に何十人と会ってきました。みんなね、独特な雰囲気を持ってます。必ずしもみんなに愛されるような人ではないです。表面上はすごいいい人に見えるんですけど、目の奥に獣のような渇きを感じるんですよね。でもね、目覚ましい成果を出していくリーダータイプってのはきっといつの時代もこういう人なんです。わがままな人についていきましょう。一緒についていくのはめちゃくちゃ苦労しますけども、世渡り上手なあなたならできるはず。きっとスリリングな人生になるでしょう。2つ目、誰よりも努力してる人、口だけやろうについていってはいけません。結果を出すリーダーというのはみんな努力家です。というかね、努力を努力だと思ってません。呼吸するようにやってます。当たり前のように本を読むし、人からも学ぼうとします。自分のこれやりたいという意志が強すぎると逆に謙虚に学ぶようになっていくんですよね。結果を出すために時間も投下します。ちゃんと努力ができるリーダーについていきましょう。3つ目、反省する力がある、わがまま、努力家、これだけではいけません。自分の過ちを素直に認める勇気を持っていることがついていくべきリーダーの条件です。わがままに突き進むんだけど、もし失敗したり間違いだと後で分かったらプライドを捨てて反省する。仲間の意見を聞かずに突き進んで結果が出なかったら素直に間違っていたことを認める。こういうことができずに絶対に俺は常に正しいという態度を取る人がいます。それではね、反省から学んでいくことができませんし、人もついてきません。結果が出続けていて調子がいい時はついてくるんですけど、ちょっとでも成長が止まると結果が出なくなると人が離れていきます。起業家の物語には必ずと言ってもいいほど停滞、失敗から反省して学んでいくストーリーが出てきます。どんなに頭のいい経営者でもしくじってます。反省から学んでいく力は最も重要な能力です。世渡り上手で良いリーダーについていきたいと思うなら、わがまま、誰よりも努力している、反省する力がある、こういうリーダーについていきましょう。
今回の話いかがだったでしょうか。エンディングの後におまけトークがありますので、よかったらそこまで見てください。復習の前にお知らせです。 YouTube では語れないようなビジネスの話、ニッチな話、時事ネタ、こういうものを配信するインサイドストーリーズをやってます。1週間無料で見れますので、ぜひ覗いてみてください。あともう一つ、皆さんチャンネル登録してますか。会社経営をやりながら、ちょっとでも皆さんの人生を変えるような話をしたいと思って YouTube やってます。一生懸命動画作ってますので、ぜひチャンネル登録お願いします。では今日の話を復習していきましょう。今回は世渡り上手な人が必ずやっているずるいことトップ5という話をしました。まず最初に、人間の魅力には2種類ある、強さと温かさだという話をしました。ずるいことその1、常に無知のスタンスでいること。その2、くだらない話に徹すること。その3、笑顔で肯定的なリアクション。その4、敵を作らない。その5、自分がついていくべきリーダーを見極めること。こういうタイプの人間になるのはちょっと違うかなと思う方、ぜひ今日の話を聞いて世渡り上手を目指してください。世渡り上手にずるく成果を出していく人が増えることを願っています。今回の動画役に立った、面白かったと思ってくださった方は、高評価コメントしていただけると非常に嬉しいです。これからも頑張って動画作っていきますので、よろしくお願いします。ではまた次の動画でお会いしましょう。ではおまけトークです。今日の話をしようと思ったきっかけがありまして、それがこの本、藤森慎吾さんの書いたプライドレスっていう本ですね。私はずっと強い人間になろうと、常識人間を捨てようみたいなことをね、ずっと言い続けてきたわけですよね。でその言葉に嘘偽りは全くないんですけども、この本を読んで、必ずしもそういうみんなが強い人間にならなくてもいいんじゃないかなって思ったんですよ。こういう温かさを発揮する生き方もあると。で藤森さんはご自身でね、本でおっしゃってるんですけども、自分はずっと芯がなくてフラフラして、それで、悩んでいたこともあったと。そういうプライドがない自分でいいのかと、でそう思ってはいたんだけども、自分なりにそのプライドレスな生き方っていうのをこう貫いてきて、今ねもうタレントさん、俳優さん、芸人さん、 YouTuber としてすごい活躍されていると。で自分はね、確固たるプライドがないっていう人も、自分をねまず認めて楽に生きる人が増えてほしいっていう思いでこの本を書かれたそうで、私もねすごい思い返してみれば、そういう自分はこれやりたいみたいなタイプじゃないけど、うまくこう世の中を渡って、こう世渡り上手で生きて結果を出している人っていうのをたくさん見てきたので、そういう人のね生き方っていうところを今回私抽象化して皆さんにお伝えしようかなと思いました。すごいね、今私の言った話に共感してくれる方、こんな強い、なんか悪の強い人間になれないよと思う人はね、ぜひこの藤森慎吾さんのプライドレス、さらっと読める本なんで、そのねさらっと読めるってこともすごいいいことだと思ってるんで、ぜひ読んでみてください。ということでおまけトークでした。